はい、1分間話しますが、やっぱり田村清選手の YouTube がなかなか今面白いですね。バンダレーシューバーのあたり、語り始めているという。で、ざっくり当時の僕の認識なんですけれども、まあ、2002年だったみたいなんですが、もうほとんど、見てなかったですね。プロレスも見てないし、総合格闘技もよく分かってなかったと思いますね。ですから、プロレスファンとしては、ちょっと寂しいっていうんですかね、ティーム2000も見てなかったので、だけど、そのあたりが、田村清選手を追いかけることで、また、新たな時系列が、分かってくるかなと思いますので、はい、以上です。これ。